坂口安吾盗まれた1万円差分の話私はその頃ろ1週間に3回ずつ島浦家診察に出向いた診察といっても五兵老人の顔を見ちょっと脈でも調べれば済むことでとりわけどうということもないのだが。 老人動脈硬化というやつの唐突な襲撃がなんとなく怖かったので医者の顔さえ見ればともかく安心できたのだろう五平老のせがれは君もご存知の美学者島浦海彦だが私とは高校時代からの友達だから私としては親父の診察に行くというよりせがれと無駄話に行くという方が本当のところだ幸子さんに会いに。 という、君もそういうしっけいな憶測をたくましゅうするとはあきれたもんだね幸子さんが好きではあったがそれはつまり路傍の霊人に心を惹かれると同じ程度の軽いもので自慢のできる心がけではなかったのさその当時はそうだったそれに君も記憶しているだろうがあのころ我々友達の間では とという人は二重人格だとかだ得てしてああいう方の霊人には悪魔的な残虐性が隠されているとかとにかく相当うるさいものだった笑顔を見たことがないという突然あらゆる秘密を見抜くような影と鋭さがあるというところがそれほどでもなかったのだ 私は現にあのころもあの人の笑顔をちょいちょい見た私は泳げません私は海へ入ったことがないからと言って笑ったことがあったよ暗い笑いじゃない極めて普通の笑いであったがこんな笑い方をするだけでもあの境遇の中ではむしろかれんの極みのものでそれに気づかずに やれ二重人格だ悪魔的だと怪しげな探りを入れる君なぞは所詮、ろくでもない病的な小説家さ君もご承知のようにあの家庭では親父は親父の金と政治の生活をしているせがれはせがれで書斎にくすぼって埃りまみれの本ばかりあさっているしつまり 一家の生活がおのおのバラバラに独立し合って信仰している家族が一同に顔を合わすことはまれでありまれにそのことがあってもめったに口もきかないようなものだ人の生活に差し出がましいことを極度に恐れ慎むというふうで人に笑顔を見せることさえ穴蔵へ光を落とすようにおじためらうのだ現に兵に五は お松さんという奥女中32歳の美しい女人だがこれが妾とも奥様ともいう歴然たる立場にあるのだがおとなしく教養もある人で海彦にも幸子さんにも決して権力を振るうということもなく慎んでいるいわば外見は奥女中と若様お嬢様というままなのだところが海彦にしろ幸子さんにしろ 決して嫌がっていないがっな父の妾お松さんをもっと進んで奥様という格になってもそれはそれでいいことだと考えているらしいそのくせそういうことをわざと口にもしなければ色にも見せやしないのだ他人の生活は他人のままにそっとあるがままに置いておくというのがろうことしたあの家の感性なのだ親父は親父で 格別にそれを公然と支持もしないお松さんも願いはしないだろう時々不満不平もあるだろうが感性がその上にあるから不満不平の形にもならないおのおのが黙りこくって与えられたものを受け自分一人を守り続けているのであろう私もくだらない三文分子を友達に持ったおかげで 一家を包むこの沈黙には何かいわくがありそうに思い一人一人の独立した孤立の底には本人さえ気づかない激しい憎悪や呪いの歴史が潜伏しているかと思ってみたが悪魔に加わるべき不潔な好奇心であったのさ愛といい憎しみといいあるといえば誰にもどこにもあるものだ大きな生活の流れの中では 君の三文小説とはこと違いそれが特別に働かずとも生活はカンカンとして流れてゆくものだあれは爽快な秋だった暑からず冷ややかならずくっきりと澄み渡った秋空をかぶっていると格別いいことも悪いことも考えずに すっきりとした透明を感じるものだよ。その日は午後1時頃、島浦の門をくぐった。ところが、その日は五平楼いささか神経を起こしていたものと見えて、私の訪れを聞くと取るものもとりあえずという急ぎの体で現れてきた。その実大した。変調はないのだ。私は慣れているから落ち着いたもので、もう言いふらした。気休めの文句だが。 「いかにも初めて言うように新鮮な語気で順々と言いつづる」「理財と政治では大した人物だが病人となると他愛ないもので耳にタコのできるほど聞き古した一つの文句が結構しみじみとうれしいのだね」「すっかり神経を治めて書斎へ引き取っていったよ」「そこで私は海彦の部屋を訪れて」 いつもの電で無駄話をやりだした無論幸子さんもいたにはいたさ嫌なやつだなところへ事件が起こったのだそれも私が五平楼を診察しているまさにその30分間に行われた1万円盗まれてしまったのだ 1> 1万円と言ったったて自分の金ではなし島浦の家にしてみれば大した金額でもないと思うから私はびくともしなかったよところが海彦のやつもああいうやつのことだからどこを風が吹くという落ち着きをしている多少せき込んできた五平郎も波いる面々の面いに圧倒されてなるほどそんなものかなと落ち着きを戻したらしい その実やはり一列一体に腹の底ではぎくんと来ていたのも事実だったなんと言っても犯人はうちにいるのだそういうことは我が身のように病的な不安と不快を感じるからねその一万円は当日中に用のある金で私が訪れるちょっと前に 三勇の石丸というのが五平老の手へ渡したそいつを老人は私の訪れる瞬間まで机の上で数えていたというのだ私の訪れを聞く机上へ置いて書斎へ出る30分戻ってみたらないというのさところが書斎は庭に面していてすぐとその鼻先の庭を 何の当父親,親父この人はお松さんの父親だよが吐いていたが無論怪しい奴の侵入した形跡は認めなかったという当父親,親父が庭先に頑張っていなかったとしても白昼に外部からの回答は考えられないことだからね無論犯人は内部にいるに決まっているのさ 警察へ届けようということになって最初に反対した人はお松さんだった犯人は内部にあるのだから家の不名誉を表向きにせずとも自らで穏便に探し出せないこともないというもっともな話だねところが石丸三太夫が反対した1万円といえば大金だからとこうくどくど言うのだが 一つには自分の潔白を示したかったせいだろうがとにかくこの三太夫は金づち頭なんだねそこで私は三太夫をやり込めたよ穏便にやってやれないことはないから一応穏便に手を尽くしてみようというのだ五平郎もうなずいたそういうわけで病気並みに 万事の探索は私に一任されることになったのだがここからいよいよ名探偵の活躍となるのだまず第一に注意しなければならないのは屋敷内の全ての人が1万円の存在を知っていたことである従って全ての人が犯人となりうる可能性を持っている次には 1>, 1時から1時30分までの間に誰々が書斎へ入ったか海彦幸子さんお松さん石丸三太夫この4人は誰にも怪しまれず咎められず書斎に出入りする権利を持っていると見ていい現にお松さんと石丸三太夫は書斎へ入ったと述べているがその時1万円は全く気丈にはないようだったと言っている それから千代と呼ぶ19歳の女中、これが私の訪れを五兵郎に通じたのだがこの女ばかりは明らかに騎乗の1万円を見たという彼女が取り次ぎに入った時老人は無心に百円札100枚の束を数えていたというのだところがそれから20分ほどのちに千代はお松さんに命じられて 散らかった書斎を取り片づけに再び入っていったというがその時札束はすでに気上には見当たらなかったと述べているすると驚いたことには海彦が幸子さんもだが書斎へ入っているのだね何のためかというときょうだいがきょうだいで親父に金をもらいにさとこういうのだ 私は友達がいもなくまず海彦をてっきり犯人だなと疑ったよキャッツのことだから「うんこら都合のいいものがあるな」というのでシャーシャーとポケットへねじ込む別になんとも気づかずに埃まみれの書庫へ戻ってきてこれで当分旅ができるなというようなことをニコリともせずに考えながらタバコをふかしているありえそうなことじゃないか 私は遠慮せずに真っ向から聞いたよすると海彦のやつあきれかえった顔つきで私を見つめていたが「バカも休み休み家というのだそう言われてみればなるほどそうかと思う節もあるので「何うるさいな偉そうなことを言うな君は黙って聞いていたまえ ところが海彦のやつしばらく黙りこくって何でもマドロスパイプかなんぞをコツコツ磨いていたようだったがちょっとばかし頑丈を上げて妹のやつが盗んだんじゃないかねと落ち着き払ってつぶやくなり4年もなくパイプをのぞき込んでいるどういうわけでと私もとっさに落ち着き払って問い返したよ別にどうということもないが 海彦の言うことは例の通りおよそひょうぼうとしたものだね金がそこにあるちょっと手が出るということはあるじゃないかそりゃそうだだがその理屈ならあえて幸子さん一人の問題じゃないだからさ幸子の場合にも当てはまるというのさそれだけじゃ話にならないが何か金のいる必要でもあるのかね 金は誰にでもも必要なものさ。特別に差し当たって金が入用だという筋はないのか本人でないからそれはわからんがこういう湿っぽい家でくさくさ暮らしていたんじゃ無性に退屈でねちょいと1万円ぐらい盗みたくなるだろうなキャツの言うことはざっとこういったあんばいなんだねするとキャツは 首をもたげてね。だからさ」と落ち着き払って言い出すのさだからキャッツも結婚するのがいいと言ったのだよどうだい君キ,キャッツと結婚しないかねとああ <laughs> <laughs> まあそういった話もあったのさ 私はどういうふうに探偵の方を進めたかというと微妙な話だが数名の女が容疑者の中にあるとすると月経ということだねそこで私はあらゆる便所をのぞいてみたよあいにくとこいつがみんな推薦式の装置でせっかくの名ーも流添度々に終わったがちょっと芸の細かいところを披露したのだ 私は綿密に書斎の内外を点検したよあいにくと物的手がかりは完全にないすると妙な手がかりが思いがけないところからぼつぼつ現れてきた千代という19になる駒使いのことを話したねどうもその小娘の様子がいわくありげに見えるのさそこで私は みつみつにその娘と話してみようと思ったのだが私を見ると急にそらぞらしい顔をして内心の恐れをよくも完全に押し殺せると思うのだが娘というものはよくも聖徳あの見事な手際を心得たものだね私はああいう手際のいいような不手際な表情だけでも娘というものが大変好きなんだがやれやれ こういう話になると君の顔つきというやつははなはだ取り留めもなく三万を極めるようだが見ていて薄気味が悪くなるかね千代はもじもじしていたが私は人をおじさせない患者用のテクニックを十分心得ているから千代も結局思い切って語り出したよ話というのはこうだ一時から一時半までの間だね 何でもその中間にあたる頃合いだったというのだが書斎の入り口のところで幸子さんとお松さんがしきりに言い争っていたというのだそれもある物品を中にしてその物品は小さな包み物用のものであったというのだが千代は特に気をつけて調べもしなかったのではっきりしたことは言えないが札束を包みにしたら およそそれほどの大きさになるだろうと思われる形であったと述べている二人は三四分言い争っていたそうだがやがて別れ別れに書斎から出て行ってしまったところが千代は注意を怠っていたので二人のどちらがその包みを持って出たかわからないそれにしても一方が持って出たのは確かであって二人は書斎の入り口で言い争っていて そのまま中へ戻らずに立ち去ったのだからあれが札束とすれば二人のどちらかが犯人であり一方は共犯者ないしは犯行を目撃したが事情によって沈黙を守っていると見るべきだろうと千代から聞いた大体の話はこういう結論になるのだところがここで注意しなければならないのは この2人が犯行の現場でしかも品物を手にしながら34分も言い争っていたということだね普通の犯人ならそういうことはしないだろうし第一できないと見るのが死闘だもしこの2人が犯人とすれば動機は少なくとも変則的なもので盗むという事柄が2人にとっては道徳的悪の意識をそれほど伴わない条件ないし動機のもとに行われていると考えていい こいつがさしずめ、三文分子の手にかかったらだからその女が変態なんだぜというところだよところで私がそんなことを思いふけっていたところへ例の金づち頭の三太夫がうろんな目つきをしてもっそり忍んできたね先生何かと時価独特の法則によってひそかに探偵を試みていたらしいのだ目星はつきましたか 小声で言うのだまず多少なと大きな声で答えたさすると先生すいと私にすり寄ってまるで水中において軟体動物に吸い寄られたような冷たい煽りを感じて思わずひやりと薄気味の悪い圧巻を感じた具合だがね先生ほとんど必死なんだねす私にすり寄って どうもお松,が怪しいお松のおやじの糖質が臭いとささやくのだほとんど命がけの面持ちだよなぜと私は問いただしたよするとね今も庭先で二人はひそひそ話をしているから何なら言ってごらんなさいとこう言うのだ息を詰めてね目を開いて それ青光のする不思議な情熱を込めて今にも内懐へ吸い付くような身構えでこう言われると私も幾分ゾッとしたよちょっとヤモリとかトカゲとかいう生ぬるい感じなのさ私はこういう薄気味の悪い爬虫類にたたられてはあたら一生涯が大変な悲劇になりそうだと痛感したので 言われとおり庭先の方へ回ってみたよところがいたね確かにいた親子は身振りで話をしていたよその割合に声を殺しているという証拠だね私は別に隠れずにもっそり突っ立って眺めていたよすると2人は気づいたのだうろたえてるかと思うとちっともうろたえてない お松さんは何でもない妖団が一鎖すんだようにスイッと塔七じいさんのそばを離れてすたすた私の方へ歩いてきたそして極めて低調におじぎをし全く裏腹のない無邪気な笑いを浮かべてそれが美貌の年間だとたくまずしていないなたくまざるがゆえに相当エロチックなものだねだから私は年間というものが好きなんだよ 君は相当に不愉快なやつだな今日はどうぞお泊まりくださいませ探偵長様とこういうのさあとでゆっくり申し上げたいことがございますとねそうして目には同じ微笑を浮かべたなりさっさと向こうへ行ってしまったああいう場合の身のこなしは 実にさっそうとして感じのいい後味を残していくものだね夫人というものははは <laughs> い嫌なやつだよ君はすると再び奇妙な事件が起こったね私は何のこともなしに五兵衛老人の書斎へ入っていったのさところが老人一つの小箱を机上に置いてね 一家の宝石を見つめている最中だった。ねえ、君と私を見ると、この硬直な老人は、この人独特の単純極まるいぶかしさを全身に浮かべているのだ。きののののううまで、この宝石は箱の中から紛失ししててていたただだが、どっろとね。 老人はあきれかえっているのだよその金剛石は時価4万円のものだというそもそも数十年前亡き妻のために五平老が求めたもので妻女の死後は老人の机の中に収めてあったものだというが老人もこのごろは何者よりもお松さんを愛するようになったしさればとてほかにこの温和な低粛な夫人をねぎらうという方法もないので 心からの「感謝」の印にこの宝石を贈ることにしたのだというそういう話があって間もなく1週間ほども前だがその宝石が箱の中から姿を消した一体老人宝石などにこだわらない性質の人で机の中へ放り込んでおいたまま箱を取り上げてみるさえまれな人なんだがふとした弾みで石の紛失を知ったのだね。 まさか盗難だとも思えない。石なぞに趣味の少ない老人だからいぶかりながら一人思案に暮らすうちに今日の盗難に気づいて改めて小箱を取り出してみたところが今度は逆に元の場所へ金剛石が舞い戻っていたというわけなのだ私もその宝石を手のひらへ乗っけてしみじみと打ち見たがねこれが4万円かと思うと 欲しかし私は考えたなるほどこの出来事は奇妙だそして一見複雑に見えるそれだから事件は一層単純になったのだとねつまり宝石事件は必ず何らかの関係において1万円と結ばれているに相違ないしてみれば関係が複雑になっただけ 解決の鍵も多くなったと私は鑑定を下したのだが失われた1万円と舞い戻った金剛石とどういう具合に関係つけられているかという問題になると私も旗と当惑したよあるいは全然無関係かもしれたものではないしねしかしねこういうことが言えると思ったのだすなわち幸子さんとお松さんは 二つのどちらかに必ず関係を持っていると。しかもその関係の様式は相当朗らかなものであって犯罪的なものではないだろうということなのだこの考えは私をかなりホッとさせたね一面がっかりもしたさ無論だよ霊人に変態的な方面を探り出すことも異常な教師があるだろうからさ いやに楽しそうじゃないかこの男は苦々ががしいやつだよあなたはこの金鉱石をどう解きますかと五平郎は筋違いの話になると少年のように単純にして純粋なものの言い方をする男だねそうですね 気づかれなかったらそっと自分のものにするつもりのやつを一万円事件でうるさくなったところから恐れをなして返却したというふうにも取れますね五兵はうなずいたきり黙っていたよ。私も長い間子供のことを考えなかったが。と、不意にこうつぶやいたんだねそれから何を感じたか呼び鈴を押して海彦を呼んだんだよ そこで親子の話というやつがおよそまた珍妙極まるやつなんだお前は一万円が必要じゃなかったのかね必要なら黙って失敬しますがねそれで失敬したのかいあいにくその一万円は気がつきませんでしたはっ <laughs> お前は お母さんの金鉱石を知っているかね知っています。幸子はあの金鉱石が欲しいだろうかそれは人のことだからわかりませんが女は宝石のために殺人後も辞さないと言いますよ。おそらく欲しいのが当然でしょうな。すると親父の机の中からでも黙って持っていくだろうかな 親父のものは子供のものだから海彦のやつはニコリともせずに実にはや落ち着き払ってそう答えたんだよそうしてほとんどあくびまじりの物うさでズケズケとこうつけだしたもんだね宝石なんぞを色気のうせた親父が何だってまた人にもやらずにしまっておいたんですやるところだったんだぜ本当だよ 親父は親父で子供のようにむきになってせがれに返答していたぜその夜のことだ夕食を終わってぶらりと便所へ立ったところが私は再び恐るべきなめくじに取りつかれたよ先生例のごとく目に青光の情熱を浮かべてね一人じゃないのさ じいさんをシャニムに引きずるようにして私の内ぶどころへすいと引き寄ってきたんだね興奮のためだろうかパクパクとねしばしの間というものは唇だけがうごめいているが音声がかすれて出てこないのだこいつが怪しいやつです先生に申し上げることがあるというのですが」と等七じいさんを抱くようにして私の前へ据えたよ 私は吹き出したかったんだがナメクジのたたりが恐ろしかったんで紳士らしく嫌やなやつだな会釈をしたと思いたまえこいつは自分の娘のお松の挙動が怪しいと言って線から不審を抱いていたんですよみんな申し上げてしまえとね先生相当芝居係の大あらわで何かとやっていたよ するとね廊下の陰から当のお松さんがひらりと現れてきたのだ顔に微笑を浮かべてね例のごとく自由闊達な出現だったよ一体この人は学歴とかその方面の教養はないのだが静寂な人の世の波に正しく鍛え上げられたというのだろうねおとなしくしとやかでそのくせおかしがたい人格というものをしっかり持っているのさ 苦労の中から磨かれた一種の荘厳を備えているからちょっとした軽い動作も伸び伸びとかつ広々として遊園にまた自由だねそうしてたくまずして最も高画なエロチシズムというものを福井区と発散するというわけなのさといったようなものだよどうも君の表情は気にかかるなお松さんは 現れるなり悪意のない微笑を浮かべて舞い降りるように近づいてきてね私に軽く会釈し,してこう言った「私がお話しいたしますわお父さんは何もご存じないのです」とまずこう言ったのだ続いて「あちらのお部屋へまいりましょう」と私を促したのだ 無論言われる通りにした。そこで別室に二人きりとなった私たちがどういう話を交わしたかというとまず心を静めて聞きたまえ「あなたはお嬢様をお好きなんでしょ?と」といいかねお松さんの最初の言葉というのはまさしくこの一言であったよ。 しかも彼女は世の女に花肌多いかの年齢の優越をもって愚性をあざけるごとく慈しむごとく性質にしてちらくらと燃えるその微笑を浮かべていたよ小生は何と答えたかはは <laughs> 小生は嘘そ吹いただけで答えなかったそれだけでいいのだ物足りのいい婦人というものは言葉よりも無言の方がよく了解がつくらしいよ お嬢様もあなたをお慕いしていらっしゃいますし、まさしくこのごとき言葉であったね。お兄様もそれを望んでいられますし、旦那様も決して反対はなさいません。と、お松さんは地球の真理を指すごとく論断したよ。だから、結婚の申し込みをなさいませ。と、こういうのだ。しかも、 しかもだね。今夜と。彼女は依然として微笑を続けながら言うたのだ。君の顔色がよろしくないぜ。なんなら私は医者だから。はは。遠慮せずともよろしいのだがね。彼女はなおも多くの言葉を費やして進めたよ。そこで私も乗りかかった船だ。とは言うものの、実は内心。 然たる一大決意が動いたものだお断りするが私はその途端に幸子さんこそ世界一の霊人であるとかたくかたく信じたよとまあそういったような次第なのさでは本当に今夜申し込みをなさいますことねそうですこの部屋を出たらすぐにそれでもかまいません じゃああなたにお祝いの贈り物をしますわいいかねお松さんはこう言って私を見つめて不動の微笑を凝らしたのだそうして何物を取り出したか小さな箱だよそれが4万円の金剛石なのだ私はいささか飲み込めない表情をしたろうと思う この宝石は戦国五平老の書斎でも見せてもらいましたよいつの間にやら舞い戻ってきたというのでしょう。そのとおりですあれは偽物よこれが本物なんですのほほう,ほうでもこのダイヤは私がいただくはずのものなんですから私のものですわあなたに差し上げてもちっともおかしくないでしょ 私は後であの偽物を旦那様から頂戴すればいいんですわお分かりになりましてどうもよく分かりませんな一体どういうわけなんです訳はいずれ檻を見て話しますけどあなたは結婚なさるまでこの宝石は誰にも内密にしておいてくださいお嬢様はご存じですからかまいませんけれど そして結婚の後で改めてお嬢様に記念の印に差し上げてくださいませねお分かりになりましてあなたのおっしゃることだけは分かりましたと私は答えたねだがいい年をした男がうやむやの中で満足しているわけにはいかないだろうじゃないかましてや私は当日の探偵長であるしここで一番 法廷の威厳が必要なのだこのごとく自らに命じたよところが君はその道の真剣な造形を持っているから手もなく了解してくれると思うが霊人の前では私も君同様に丹田の力というものがうまくこもらないものだねそうこうしているうちに小松さんは私を全くうまうまと丸め込んでしまったのさ さ早く早くと彼女は私をせき立てるのだ宝石をポケットへ入れなさいそれから広間へ行ったら早速結婚の申し込みをなさるのですよ私はついふらふらと正しく命ぜられるがままに行動したねしかしていかに愛なったかお松さんの言う通りさ 広間は一瞬にして婚約祝賀の共演のごとく輝いたのだ五平老人はニヤニヤしてつぶやいたねやれやれ診察費が助かるなとね万事そういったあんばいなのだお松さんはまるで初めて聞いた話のようにまあ本当におめでとうございますなぞと だ丁重に挨拶に来たがねふんアホらしいというよりも鼻だ愉快また和やかなものであったね君腹痛の薬を調合してやろうかねああしかし顔色がよくないよ海彦は例のとおりいつものでんであくびでもしたいような顔つきでパイプかなんぞ磨きながら言っていたよ君 インドには縄がスルスルと伸びて棒となる魔術が行われているそうだがねやっぱりリオーギンとかないしはバラモンという手合いの苦行から生まれた魔化不振かねはは、<laughs> アホらしくって聞いちゃいられないのさ私はその夜爽やかな秋の夜だぜ幸子さんとこんな話をしたがねうん私は学生時代に ブラブラとのんきな旅をしたことがあるというのさ場所は神戸だがね住吉というところだドクタンヘルマンの廃屋という高層な半ば朽ち果てたシャトルがあるのだよ六甲の続きの高い山礼にあって功労には炭焼灯が据え付けてある大石城に主人のいた頃は夜ごとに城へ登る自動車はこいつで照らしていたというのだよ つまり山麓から山麗の斜塔まで自動車はサーチライトの丸い光の中を移動して登ってくるのだねところが私がねシアトの番人の絵描きの奥さんに案内されて朽ち果てた廃屋の中へさまよい込んだところがね広場の壁にね黒い模章をつけた確かにあれはクローバーの花輪であったがねすでに十数年の年月に色あせながらも なお稍然とその壁にかかっていたのを見いだしたのさその日は春の海のよく晴れた明るい日であったがねというような静かな話をしたよそれから私の友達にくだらない小説を書く三文分子がいるのですがそいつがあなたを二重人格で悪魔的な傾向があると言っていましたよ所詮取るに足らない愚劣な男ですけれどね というよういよな話もしたねすると幸子さんは君を最も素朴なファンテジストだと批判していたよそれからねそうかと思うと医学上の話もしたよ心理作用の利用による疾病の領事ならびにその限界についてというようなことだねそもそもフロイドによる精神分析学は性欲の根拠を明らかにした程度のもので 文学の方ではすでに常識的に寛容されている程度の事柄を系統的に羅列したにすぎないところが最近の精神分析学はは,なはだしく進歩してね実験心理学の領域へまではみ出していくようになってから医学の方面でも立派に利用の効くものになってまあバカバカしいよさないか 聞き手の小説家は「つ痛に苦しむような声を上げた」そのくせこの男は不思議な気取りを持つ男で「感んを起こした」とか「悲しみ」「喜び」というものを他人に悟られることさえ妙にしらじらしく嫌がるという不可解な習性を持っているのだそこで明らかにそれとわかる感んのうちにじりじりとしながら「この男は栄養不良の顔を」 頭痛の程度に惨めにゆがめて暗い不透明な表情の奥からもぞもぞと口を動かすのであるもうよしとくれバカバカしい俺は地球の回転のように忙しいんだよ一体一万円はどうなったのかそれがね とサブンは格別驚きもせずにニヤニヤとタバコをふかしたあの金鉱石だがね実はこういう話さ幸子さんはねあのダイヤが欲しかったんだよ母親の愛玩した品物だし何しろダイヤときているからねもともと幸子さんという人はダイヤモンドのような人なんだねははあ 精神的な血族だから無理もないのさ時々親父の引き出しからキャッツを出して眺めていることがあったというのだお松さんはそれを知っていたのだよ何とかしてダイヤを幸子さんの手へ渡したいと思ったが五兵老人の至高な行為を弱い女が断られるものじゃないからねそこで「偽物をこしらえる」という名言語を生み出したわけだったのだ そこで一万元の話だがねとサブンはタバコをふかしたあの1万円は誰も盗みやしないのさ強いて言えば犯人は五兵老人その人のようなものだよいいかね私の訪れる瞬間まで老人は札束を数えていたというのさところがその札束を受け取るまでは 老人静かに百科事典を読みふけっていたのだね私が訪れてゆく老人その日は多少容体に不安があったから大いに喜んでその札束を百科事典に挟んだのさパタンと閉じるしかして私の前へ現れたのだ老人の度忘れというやつなんだよ五平老人は 百貨辞典へ札束を挟んだことはすっかり忘れてしまったのだあいにくと誰かがあるいは老人自身かもしれたものではないが百貨辞典はいつの間にやら本棚へ納められていたものだ再び百貨辞典が入用になるまでは一万円は日の目を拝まなかったという次第さそこで私の問題だがね私はそれ以来 毎日老人の診察に出向いているよ時として幸子さんと話をすることもあるし時には話をしない日もないではないようなものだが話といえば私たちは先日自然科学に関する話などもしたのだが例えば女にして偉大なる科学者キュリー夫人だね彼女はビッチブレンドと称する鉱物の中から 顕著な放射能を有する2つの元素を発見するに至ったのだがその1つがすなわち有名なラジウムなんだねしかしてラジウムの放射能は A 線としてヘリウム原子を B 線として電子をたくさんだたくさんだよしとくれおしゃべりアメンボウオタンチンミソサザイ食用ガエルヤマクジラ小説家は耳を押さえて 両足をバタバタやりながら叫んだ。俺は地球の回転のように忙しいんだ。忙しい、忙しい。そして突然発狂したかのように引き出しをかき回してあり合わせの小銭をつかむと、おそらく酒場へ。もの静かな客陣を置き残して、嵐のように叫び散ったというのである。